こんにちは、介護福祉士のカズです。この動画は介護福祉士国家試験対策聞き流し暗記用動画となっております。今回はレビー小体型認知症の要点になります。使い方としては単語帳のように活用していただければなと思います。寝る前や作業中、移動中などに聞き流すだけで大丈夫です。一度では覚えられないと思いますので繰り返しご視聴ください。慣れてきたら速度を上げて聞いてみてください。ここで認知症についておさらいをしておきたいと思います。認知症は原因によって主に4つに分類されています。そのことを4大認知症と言います。4大認知症はアルツハイマー型認知症、レビー小体型認知症、血管性認知症、前頭側頭型認知症の4つになります。はい、では今回は4大認知症のうちのレビー小体型認知症になります。それでは早速始めていきましょう。レビー小体型認知症の主な原因は大脳皮質の神経細胞にレビー小体が付着し細胞が壊死することで起こります。レビー小体とは特殊なタンパク質のことです。大脳皮質の神経細胞にレビー小体が付着し細胞が壊死することで起こります。レビー小体とは特殊なタンパク質のこと。レビー小体型認知症の主な特徴は皮内変動、幻視、パーキンソン症状。レビー小体型認知症の主な特徴は皮内変動、幻視、パーキンソン症状。皮内変動の特徴とは認知機能の変動が1日や1週間の間で起こります。皮内変動の特徴は認知機能の変動が1日や1週間の間で起こります。調子の悪い時には無理をさせない、ご本人に合わせて介助をしていく必要があります。調子の悪い時には無理をさせない、ご本人に合わせて介助をしていく必要があります。そして調子のいい時、悪い時がはっきりしています。調子のいい時、悪い時がはっきりしている。睡眠中に大声を出すなどのレム睡眠行動障害が見られることがあります。レム睡眠行動障害が見られる。安眠していただくために日中の運動を積極的に行います。安眠のために日中の運動、そして安心できる環境を整えます。安心できる環境を整える。日中のストレスが怖い夢を見るなどの興奮につながったりします。日中のストレスが興奮につながる。起床時の調子が比較的悪い、しばらくすると良くなったりします。起床時の調子が比較的悪い。幻視の特徴は実際に存在しないものが見える状態。幻視は実際に存在しないものが見える状態。同じ幻視を繰り返し見ることがあります。同じ幻視を繰り返し見る。また妄想や鬱状態なども見られます。妄想や鬱状態。幻視に対しては受容が必要です。否定も肯定もせず受け止めて安心してもらいましょう。幻視に対しては受容することが必要。パーキンソン症状の主な特徴は筋拘縮、無動、可動、歩行障害、他には無表情、姿勢反射障害、そして心旋が見られることがあります。パーキンソン症状の主な特徴は筋拘縮、無動、可動、歩行障害、無表情、姿勢反射障害、心旋。筋拘縮とは筋肉のこわばりがあり体をうまく動かせない状態。無動、可動は素早い動作ができなくなり動作が緩慢になる状態。歩行障害はすくみ足や小刻み歩行、突進歩行などが見られます。無表情では表情が乏しくなります。姿勢反射障害は立っている時に軽く押されるだけでもバランスを崩してしまうことがあります。心旋は何もしていなくても手足が震えてしまうことを言います。見守りと環境整備を行い転倒を予防します。
見守りと環境整備を行い、転倒を予防する。姿勢の傾きや飲み込みのしづらさから、誤嚥性肺炎の合併が多いです。誤嚥性肺炎の合併が多い。はい、いかがでしたでしょうか。レビー小体型認知症は結構特徴的ではあるので覚えやすいかなとは思いますが、何度も繰り返してご視聴いただき、問題集などを解いて確実に答えられるようにしておきましょう。というわけで最後にもう一度同じ内容を流して終わりにしたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい、では今回は4大認知症のうちのレビー小体型認知症になります。それでは早速始めていきましょう。レビー小体型認知症の主な原因は、大脳皮質の神経細胞にレビー小体が付着し細胞が壊死することで起こります。レビー小体とは特殊なタンパク質のことです。大脳皮質の神経細胞にレビー小体が付着し細胞が壊死することで起こります。レビー小体とは特殊なタンパク質のこと。レビー小体型認知症の主な特徴は、機内変動、幻視、パーキンソン症状。レビー小体型認知症の主な特徴は、機内変動、幻視、パーキンソン症状。機内変動の特徴とは、認知機能の変動が1日や1週間の間で起こります。機内変動の特徴は、認知機能の変動が1日や1週間の間で起こります。調子の悪い時には無理をさせない。ご本人に合わせて解除をしていく必要があります。調子の悪い時には無理をさせない。ご本人に合わせて解除をしていく必要があります。そして調子のいい時、悪い時がはっきりしています。調子のいい時、悪い時がはっきりしている。睡眠中に大声を出すなどのレム睡眠行動障害が見られることがあります。レム睡眠行動障害が見られる。安眠していただくために日中の運動を積極的に行います。安眠のために日中の運動。そして安心できる環境を整えます。安心できる環境を整える。日中のストレスが怖い夢を見るなどの興奮につながったりします。日中のストレスが興奮につながる。起床時の調子が比較的悪い。しばらくすると良くなったりします。起床時の調子が比較的悪い。幻視の特徴は、実際に存在しないものが見える状態。幻視は実際に存在しないものが見える状態。同じ幻視を繰り返し見ることがあります。同じ原子を繰り返し見る。また妄想やうつ状態なども見られます。妄想やうつ状態。原子に対しては受容が必要です。否定も肯定もせず受け止めて安心してもらいましょう。原子に対しては受容することが必要。パーキンソン症状の主な特徴は、筋拘縮、無動、可動、歩行障害、他には無表情、姿勢反射障害、そして心旋が見られることがあります。パーキンソン症状の主な特徴は、筋拘縮、無動、可動、歩行障害、無表情、姿勢反射障害、心旋。筋拘縮とは筋肉のこわばりがあり体をうまく動かせない状態。無動、可動は素早い動作ができなくなり動作が緩慢になる状態。歩行障害はすくみ足や小刻み歩行、突進歩行などが見られます。無表情では表情が乏しくなります。姿勢反射障害は立っている時に軽く押されるだけでもバランスを崩してしまうことがあります。心旋は何もしていなくても手足が震えてしまうことを言います。見守りと環境整備を行い転倒を予防します。見守りと環境整備を行い転倒を予防する。姿勢の傾きや飲み込みのしづらさから
誤嚥性肺炎の合併が多いです。誤嚥性肺炎の合併が多い。はい、いかがでしたでしょうか。レビー小体型認知症は結構特徴的ではあるので覚えやすいかなとは思いますが、何度も繰り返してご視聴いただき、問題集などを解いて確実に答えられるようにしておきましょう。